どうも、松田です。今回はですね、5分でできる目の周りの脂肪を落として最強に目を大きくする方法をやっていきたいと思います。で、今まで結構目を大きくする動画を何個か出してきたんですけど、今回はその中で一番効果があるやり方をやっていきたいと思います。やっぱり目が大きいだけで顔つきだったり、まあ女性だとメイクの手間とかも省けると思いますので、ぜひ目を大きくしたいという方はね、一緒にやっていきましょう。ではやっていきます。まず最初はここのね、目の上の眼輪筋ですね。この目の周り全体がまあ眼輪筋なんですけど、最初は上部上の方の眼輪筋を鍛えていきます。で、やり方は指で下に押さえます。これで負荷をかけます。この状態で目を見開きます。この動き、これを1分間やっていきます。では一緒にやっていきましょう。よーい、スタート。押さえてあげる、押さえてあげる。動きはそんなに速くなくても大丈夫です。ゆっくり行っていきましょう。丁寧に大きく大きく行ってください。今ぐらいでもかなり負荷を感じることができます。この眼輪筋の上ね、ちょっときつくなってきました。今で20秒ぐらい。あと10秒です。最後までしっかり大きく動かしてください。はい、OK です。次は目の下ですね。目の下の眼輪筋下部、ここを鍛えていきます。こちらのやり方はさっきと反対で、今度はちょっと上に持ち上げます。そしてこの状態で目を見開きます。それでここの目の下の眼輪筋を鍛えることができます。こちらも1分間やっていきましょう。では行きます。よーい、スタート。押さえて開く、押さえて開く、押さえて開く。上よりこっちの方が難しいかもしれないですね。下の方が動きが小さいと思います。眉毛はね、普段動かす方も多いと思うんですけど、表情を変える時とか、この目の下はなかなか動かさないですもんね。あと10秒です。こちらも最後まで大きく丁寧にやっていきましょう。そしたら今度は今鍛えたところ、上と下ですね。まずはこの上をこういうふうにほぐしていきます。で、なるべくこんな感じで場所を変えながら行っていきます。ではやっていきます。こちらも1分間ですね。よーい、スタート。まず外側からほぐしていきます。こう横に揺らしたり縦に揺らしたり、全体こう、まあ、くるくる回したり、全体的にほぐすような動きをやってください。で、ちょっとほぐれたと思ったら内側に場所変えてまたほぐしていきます。横に動かしたり、まあ好きな動きでいいです。好きに眉毛を動かしてください。で、また内側ですね。グリ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 やってください。これ、まあ、老廃物を取る効果もありますし、早く目の疲労をね、取る効果もあります。そうするとさらにね、パッチリしてきますね。血流が良くなっていくので。
はい、OK です。次はこの目の下も同じようにほぐしていきます。これも1分間やっていきましょう。よーい、スタート。こちらに関しても外側からほぐしていきましょう。ちょうどこの頬のところ、頬のラインをほぐすようにしてください。まず外側、次内側です。ポイントは皮膚じゃなくてちゃんと表情筋ですね、筋肉を捉えてほぐすようにやってください。内側、またずらして内側にやっていきましょう。本当に頬骨のところ、頬骨のところをほぐせば大丈夫だと思います。まあ動画見ながらやれば分かりやすいと思うんで、ちゃんとこれ顔を見ながら行ってください。はい、 OK です。そしたら今度はここのこめかみですね、こめかみをくるくるほぐして、ここの首のところまでリンパを流していきます。これも1分間行っていきます。よーい、スタート。はい、さっき目の上と横をねほぐしたんですけど、最後はこのこめかみあたりに老廃物がたまりますので、しっかりと鎖骨のところまで流していきましょう。こういう感じで丁寧に丁寧にくるくる回して流します。まあ、1分じゃなくてもだいたい5回、まあ5回じゃ少ないかな、8回ぐらいを目安に行っていただけるとちゃんとね流せると思います。で、指も、まあ、全体的に僕は中指、人差し指、薬指を使ったりしてやってるんで、なるべく広く行ってください。はい、今のが5分でできる目の周りの脂肪を落として最強に大きくする方法のやり方です。いかがでしたでしょうか。結構目の周りがスッキリするし、血流も良くなるので、目の下のクマだったり、あと次の日の目のむくみの解消予防にもなります。あと脂肪も取れるっていうのもあるんですけど、これをちゃんと毎日やることによって脂肪がつきにくくなる効果もありますので、ぜひ皆さん試してやってみてください。では今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価、そしてコメントの方をお願いいたします。ではまた。